僕自身がモンゴルのことをよく分かってなかったっていうのがあるんですね。モンゴル全部を知ってもらって立体的にそれらを全部伝えたいなと思って撮るようになりました。最初は僕が撮りたいものに対して動いてたんですよ。そうじゃなくてこういうのがあるんだよっていうのを受け入れるようになってったんですね。こっちにも面白いのあるぞっていうのをなんかうまく流されてったらすごく自然体でモンゴルのいろんな姿を見ることができるようになりましたので、モンゴル人が僕の写真を見るとまあ当たり前の日常がこう写ってるんですけども、そんな中にちょっとした変化を入れてるのに気づいてくれるんですね。ああお前はこういうのを見つけてくれたんだっていうので喜んでくれますね。ライブ NG とか手持ち入れぞっていうのは EMIX でしかこうできなかったんですよね。それがまあさらにより小型軽量な M1M3 で搭載されたっていうので低速シャッター2分の1秒とか結構こう1秒ぐらいのものでテストしてみましたけども、砂漠で撮ってもやっぱり山の中で撮っても隅々まで改造してるんですよね。基本的には1200 1本あればいいと。で動物の場合は 300mm の F4 があればいいので、まあ、この2つが今回結構多く使ってたかなとは思います。モンゴルで一番怖いの、ゴビで怖いのは気温の変化よりも風なんですね。そういう時にやっぱり細かい砂ぼこりとか舞いますから、防塵防滴、大低温っていうのはすごく重要になってきます。モンゴルで使えるカメラは多分全世界で使えると思うんですよね。どうしてもやっぱり雪氷を中心にモンゴルの希少な動物を撮ってまとめて発表したい、やっぱり最後に残ってるその動物っていうピースをはめないと僕のパズルというかね、立体的にこうモンゴルを伝えることができないなと思ってるんで、モンゴルはとても面白いんですよ。それは毎回来るたんびにまた違った風景に見えたり、違った生活暮らしに見えたり、違った文化が見えたり、一度も飽きたことないですね。